はしやがって。あれってモラティッカ？言ったようじゃな。おっと、驚かせてすまんの。怪しいものではないぞい。わしはバートン。遠路はるばる鉱山で発掘されたという古代の石板を調べに参った探検家じゃ。石板？あんたも？おお、君も知っとるのかね。ということは君たちも情報を集めとるんじゃな。ならばどうじゃ、情報交換といかんか。あ、うん、いいけど俺たちまだ。わしの方は鉱山の連中が集まるアンジェラというバーがあるとこまでは突き止めた。そこに行けば何かわかると思うのじゃが、どこにあるかわからんでな。弱っておる、知らんか。バー、アンジェラ？いたぞー！おほ、こりゃいかん！あ、おじいさん！ん？おい、お前たち、あのジジイの仲間だね？おい、なんだお前ら。なんなんだよ。ね、なんかやばいね。
ちょっと、なんでこうなるの？したけりゃとっとと町を出るこったな。目立っちゃった。ちょっとまずかったかも。さっきのじいさん、バーアンジェラとか言ってたな。そこに行けば何かわかるかもしれない。そうね、探してみよう。あれは。お母ちゃん、父ちゃん、ここにいるの？そうね、いるかもしれない、いないかもしれない。邪魔だ、トキ！ちょっと転んだだけだから。お母ちゃん、お父ちゃんがいたら姉やっつけてくれるよね？
早くお父ちゃんに会いたいよ。ごめんね、小さいあなたに苦労ばかり。父さんは世のため人のために立派なお仕事をしているはず。きっとすぐ見つかるから、もう少し我慢してね。いや、頑張るよ。くれ。ディーゴ、もうよして。ほっといてくれ。酒ぐらい好きなだけ飲んで、どこが悪い。いい加減にしなよ。昔はそんなじゃなかった。あの勇敢な軍人のディーゴはどこに行ったの。今のあんたはまるで抜け殻よ。こんな情けない男を好きになるなんて、あたしもどうかしてたわ。また昔の話か。うんざりだ。ディーゴ。あ、ごめんお客さん。飲むんだろ。こっちどうぞ。あの爺さん。何をするんじゃ。大石板のことを尋ねただけじゃろう。あ、いや、すまんかった。こそこそと嗅ぎ回りやがって、まだ分かっていないようだな、ゲイル。これ以上妙な動きをすれば命に関わることになるが。いや、わしゃ見かけねえ顔だな。あた怪しいな。そいつらは。見ての通りうちの客だよ。あんたにとやかく言われる筋合いはないね。いいか、この町にとって今は大事な時期だ。アンジェラ、お前も変な疑いをかけられないよう注意するんだな。文句があるのか。まあいい。しかし忘れるな、ザックス・モローティに逆らったらこの町では生きていけない。くれぐれも変な気は起こすなよ、アンジェラ。ディーゴ、相変わらず情けないやつだ。鉱山でコツコツ働いた金は酒を買うためか。負け犬とはまさに今のお前のことだな。どけ。この再会、運命の導きじゃ。ところで、お主、鉱山で働いてるとな。鉱山の裏口なんぞご存知か。案内願えんじゃろか。断る。厄介事は好きじゃない。そう言わずに頼む。
何度も言わせるな。俺はやらない。ははん。さてはさっきのあいつが怖いんじゃな。強そうに見えるが意外に弱虫じゃの。何？おお、待て待て、そう怒るな。これはわしの夢なんじゃ。この星の鉱山で古代の石板が掘り出されて、考古学的にとんでもない価値がある品物じゃ。それを拝まずしては死んでも死にきれん。どうかわしの考古学者としての夢を叶えてはくれぬか。夢？それがじいさんの夢か。そうじゃ。じいさん、金はあるんだろうな。いやいやいや、これはこれは、このバートン、金に糸目はつけませんぞい。いいだろう。ジェスター、私たちも一緒に行こうよ。おお、君たちも手伝ってくれるか。ああ、一緒に行かせてくれ。本当かね。いいとも、いいとも。よっしゃ、決まりじゃ。大石板を目指してバートンキャラバン発足じゃ。ならすぐに出るぞ。まずは ID カードが必要だ。ダウンタウンの道具屋なら横流しの ID カードが手に入るだろう。じいさん、あんたはゲールに見張られている。ここで待っていろ。俺とこいつらで手に入れてくる。お、そうか、わかった。一人ぼっちはちょっと寂しいの。おじいちゃん、私が話し相手になってあげるよ。ん、そうか、そういうことか。こんな美人と飲むのは久しぶりじゃの。ではお主たち頼んだぞ。ゆっくりでいいからの。は？
お前は。宇宙港に怪しい船がついてると思っていたが、やはりお前たちか。ディーゴ、不審者の手引きをするとは、お前も同罪だ。ならばどうする。久しぶりに戦ってみるか。モラーティの犬になり下がったお前などにやられはせん。言ってろ。これも今だけだ。モラーティとダイトロンの取引が成功すれば俺にも金が入る。そうなればこの星とはおさらばだ。まさかお前また軍に戻るつもりか。さあな。話は終わりだ。ザックス・モラーティの命によりお前たちを始末する。ディーゴ、負け犬ディーゴ、お前一人が吠えたところで何も変わりはしない。俺はお前とは違う。もう一度ここから這い上がってみせるぞ。わからんのか。軍はもう俺たち過去の戦士など必要としていない。うるせえ。覚えていろディーゴ、この借りはきっと返すからな。どけ。ディーゴ、やつは変わった。魂まで売り渡して宇宙に戻りたがっている。あんたたちは元軍人か。ああ昔な。しかし今のロンガディアに俺たちの戻る場所などない。そんなこともわからないのか、ゲイル。あの頃エースを争ったお前と俺が落ちたものだな。うん。大変じゃー、バートン。一大事じゃ諸君、大変なことになった。どうしたの。店が火をつけられたんじゃ。なんだと。まさかゲイルのやつが。はよ来てくれ。じゃんじゃん燃えとるのにママさんが逃げようとせんのじゃ。アンジェラさん戻ろう。リーゴ、アンジェラ無事でいてくれ。
ってこと。アンジェラ、どこだ。ここよ。怪我はないか。多分。そうか。ごめんね、ディーゴ。私の店なくなっちゃった。唯一のあんたの居場所だったのにね。アンジェラ、俺の居場所はこの店じゃない。お前だ、アンジェラ。ディーゴ。まさかゲイルがこんなことを。相手は民間人だ。なんだと。バカな。敵は偽装した特殊部隊のはずだぞ。はめられたんだ。この船は民間人の船だ。なぜだ。なぜそんなことが。まずい。子供たちは殺させはしないぞ。やめろ。撃つな。クソ野郎！ゲイル、やめろ。知らなかったとはいえ、俺たちは多くの民間人を殺してしまった。そしてその事件をきっかけに、俺とゲイルは軍を辞めた。あれ以来、全てが狂ってしまったんだ。なぜそんなことが？軍には戦争が終わることを望まない者たちがいる。おそらくそういう輩に仕組まれていたんだ。敵軍の憎しみを増長させて戦争を激化させるのが奴らの目的だ。なんてひどいことを。俺たちは戦士の誇りを失った。もはや戦う気力はもちろん、生きる気力さえなかった。ディーゴ、これが俺たちの事情だ。この10年、俺とあいつが背負ってきたものは少しばかり重すぎた。そろそろ潮時だ、ゲイル。
俺がケリをつけてやる。お前たち鉱山へ向かうぞ。ああ、はっ！